魔光を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。もう空みたいな色だろう。うん、この空なら怖くない。確かに俺の周りは普通じゃないことばかりだ。エアリスは？なんか問題あるのか？今日は穏やかな一日かな。そう思ってたら空からソルジャー降ってくる。そんなに悪いことじゃない。うん、ザックス、今すぐシンラビルに戻れ。ジェネシスが攻撃を仕掛けてきた。わかった。行くところできちまった。じゃあ私行くね。また会えるよね。もちろん。助かるといいね、お友達。え？うなされてたから。うん、大丈夫さ。今はそんな気がする。力を貸してくれ。どうだろう、あんたが考えてること全然わからない。実は俺にもわからない。時々頭の中に霧がかかったような感じになるんだ。でもな、たとえどんな状況でも俺は誇りを持たなくてはいけない。このバスターソードが共にある限り、ザックス、俺と一緒に戦え。敵は世を苦しめる者すべてだ。力貸してやる。あそこまで運んでやる。いいって。飛ぶのはいいもんだぞ。噂をすればだ。ホランダーの命令か？ホランダーに従えば劣化が治るとでも思っているのか？哀れ、実に哀れだな。くっ、ジェニス！二流科学者に劣化を治せるわけがない。もうやめろ、ジェネシス。ほう、これは珍しい。君よ、因果なり。夢も誇りもすでに失い、女神引く弓よりすでに矢は放たれて。ホランダーのモンスターが勢ぞろいだ。黙れよ！ラブレス第四章。親友同士が決闘を申し込むシーンだ。古来より伝わる叙事詩、研究の役に立つかと読んではみたが、くだらん。決闘の結末は？不明。最終章は欠落し、未だ発見されていない。結末は諸説ある。果たして女神の贈り物とは俺たちにとって何を意味するのだろうな。
待て、ジェニス！復讐に取り憑かれたる我が魂。苦悩の末にたどり着きたる願望は、我が救済と君の安らかなる眠り。また召喚しやがった。ザックス、任せたぞ。お前なら倒せる。置いてくな。待て、こら。エアリス、あのさ、後で電話するよ。お客さんが来てるんだ。お客に失礼のないようにだとさ。ザックス、モデオヘイムで仕事だ。分かってる。ちょっと待っててくれ。エアリスはいない。どうした？エアリスとはどういう関係？複雑な関係だ。ふん。彼女からは何も？何にも。ならば私からもない。まあいいんですけどね、いいんですけどね。いきなりモンスターのお出迎えとはね。トン、兵隊さん。電波が入らないようだ。ま、みんな怪我もないんだからなんとかなるだろう。さすがだ。不便な土地では頼りになる。どうせ田舎もんです。さて、落ちずに進んでいればモデオヘイム村に着いたはずだ。つまりこのまま進めば村がある。よし、俺についてこい。あんまり遅れるなよ。お前なかなかやるな。俺も田舎の出なんだ。どこ？ニブルヘイム。ザックスは？俺？ゴンガが。あ、笑った。今笑ったな。知ってるのか、ゴンガが。いや、でもすごく田舎らしい名前だ。ニブルヘイムだって知らないくせに。行ったことはないけど、魔鉱炉があるんだろ。ミッドガル以外で魔鉱炉があるところは大抵他には何もない。喜べ、ゾン。俺とクラウド。俺とクラウドがいれば辺境の地は怖いものなし。ああ、任せる。何をする？お前には私が必要だ。私がいなければお前の劣化は誰が止める？